こんにちは。今日は最初にちょっと2つほどまたまた携帯関係の話があって、1つ言ってたあのうちの母親の au のまあガラケーなんですけど、これ調べてですね、その au の問い合わせたら、ガラケーでもですね 3G と 4G があって、私の母親のは 4G を使ってるやつなので、なんちゅう来年とか、まあ、近いうちに使えなくなりますということはないということなので安心しました。もう母親も慣れ親しんだ携帯をですね、携帯立てから系なんですけど、変えないかんのがこう大変だということですごく心配してたんで、本当良かったです。で、2つ目がですね、私の UQ モバイルなんですけど、2月になったので、今日はですね、2月1日なんですよ。1日から料金プランの新しいね、まあ、申し込みがあるので、朝の10時ぐらいにね、UQ のホームページ、自分のとこね、まあ、UQ のとこ入ってプライン変更しようとしたら全くですねアクセスできないという、まあ、もうたくさんの人がしょんでしょうね。ただ本当は2月中にしといたら3月から適用されるっていうことになりますから、何も今日の朝一番にする必要もないんやけど、まあみんながその時にしようとしたんでしょうね。もう回線込みでぐる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 回ってですね、全くそのなんちゅう、まあ処理できないという状況でした。それでも諦めてやめて、またね、まあ、今日の昼から、まあ明日でもいいんですけど、ちょっとまあゆっくり今月中にやろうかなという、そういうことですね。これ2つ目ですね。あ、3つ目言うの忘れてました。3つ目が楽天モバイルですが、今日の昼から一応書類が届くということなんで、今日中にはですね楽天のモバイルの回線を開通できるんじゃないかと思っています。だからその、まあ、ちょっとした報告みたいなのは明日できるという感じやね。中川の河川工事がなんかすごいですね。砂をすごくこう取ってるというかね、結局川が砂で上がったことも下げるんかな。ここがいわきの桜堤公園ですね。桜の時期はごっつい綺麗ですよ、これね。満開になりますね。どうも、ウォーキング終わりました。今日も距離が 3.24km、時間が38分で回ってますね。で、歩数が5900歩です。朝出発の時行ってましたけど、UQ モバイルのプラン変更、もうすでに今月はですね、私もともとがスマホプランかなの M だったんですけど、 L にはなあ S 一番ちっちゃいにはなってますので、今月分のお金もだいぶ安くなるんですけど、新しいプランが3月からね、2月に申し込んで3月からスタートなんですけど、それだと、1480円でいけるもんですから、それを今から朝したらもういっぱいでね、混雑しててそれにできなかった。だそれを使って電話の方は楽天プランで、今日楽天のアンリミット6かな、まあ今は5ですけど、それで、楽天リンクを使って電話をしようというね、そういう作戦ですねまあうまくいいかどうか分かりませんが、それを2台の携帯なしに
1台の携帯で2つのね SIM を使って、物理 SIM と eSIM を使ってですね、実現すると。それができるのがピクセル 4A だと思う。そういうことで、まあ計算だけしています。そういえば今 UQ のプラン変更にちょっとチャレンジしていますね。まああかんかもわからんけどね、まだ。パスワードと UQ モバイル ID を入れてログインするのところまで来るんですが、ログインするを押してもログインされませんね。やっぱりそんなクル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 してるものが見えて次進みませんね。これダメです。まだもう11時12時来るんですけどダメですね。